箱根フリーパス、箱根フリーパスは、小田急電鉄などが発売している、周遊券である。箱根登山電車足の湖を航行する、箱根海賊船観光施設巡りバス1967年3月5日から、発売が開始された。箱根登山電車、箱根登山、ケーブルカー、箱根ロープウェイ、箱根海賊船、箱根登山バス、小田急箱根高速バス。 東海バスが乗り降り自由の周遊券である。小田急線、西武線、相鉄線内の駅では、小田急線小田原駅までの往復乗車がセットで発売される。有効期間は1996年以前は4日間、その後は3日間を基本とし、繁忙期を除く平日のみ2日間有効の箱根ウィークデーパスが発売されていた。有効日数と利用日以外の効力は、 通常のものと同様であったが、いずれも2007年9月30日をもって発売を終了した。一方で自家用車で箱根に来訪する観光客を対象に通用範囲を利用すること自体が観光と、なりうる海賊船とロープウェイに限定した海賊船ロープウェイ1日切符が発売開始された。2007年10月1日より2日間有効を 基本都市500円の追加で3日間有効とする改定が行われた。本県の提示により、箱根地区の各施設で優待が受けられる。発売箇所は以下の通り。利用可能な交通機関は以下の通り。小田急小田原線小田急箱根高速バス鉄道バス、箱根登山、ケーブルカー、大涌谷上空を通過する、箱根ロープウェイ国道1号を走行する。 箱根登山バス、箱根登山鉄道箱根ロープウェイ、箱根観光線箱根登山バス小田急箱根高速バス、東海バス2019年4月1日現在の2日勧誘貢券の価格はフリーエリア内で購入する場合4600円となる。3日勧誘貢券の価格は2日勧誘貢券の価格に400円加算した額となる。箱根地域ではかつてグループと 西武グループが箱根山戦争と呼ばれる争いを繰り広げた。現在は様々な協力関係を築いた結果、西武鉄道や箱根園、箱根駒形ケロープウェイでも発売や割引が行われるようになったが、伊豆箱根バスは箱根登山バスと運行区間が重なっている場合でも利用できない。また、足の湖遊覧船も利用できない。ありがとうございます。